さあ、今日も始まりましたノンノンスピタル。ノンノンは俺が言うことです。やり直しましょう。さあ、今日も始まりました。はい、始まりました。暑くなってまいりました。はい。T シャツでね、過ごしながらも今日もやっておりますが、はい、ノンノンノスピタル。お相手はノスケッタ。リーノンチです。お願いします。暑くなった。ねえ、でもまた寒くなるよ。なんか土曜日が寒いですよ。うん、いや、うん、5月って3日がすごい暑くなるの、毎年。そうなんですか。そう。俺なぜ5月3日を知ってるかというと、俺の、あの、両親っていうか、その結婚記念日が5月3日で、毎年そのずーっと5月3日は家族で過ごしてたわけ。誰けどこ行く、うん、原宿に行く。なんで原宿やるの、すごいわ。でもだから、その写真とかいっぱい残ってるから、毎年半袖なの。へ、そう。だから5月3日晴れてる。だけど、その後は絶対寒くなるから、皆さん。そのことも覚えてる。そう。で、3日は。今だけだから、この5月のここ1回暑くなって、あとは寒くなるから皆さん気をつけて。でもそういうのって本当 D ランチ言う通り、うん、博多は博多でね、5月にね、あのドンタクっていうのがあるんですよ。そうで、町の祭りがあって、もうみんなあるんですけど、5月にある、うん、あるんですよ。多分今年中止になってるんですけど、うん、必ず雨降るんですよ。これまた西日本のもう、だから、分かる。で、あの、野外ライブとかやるんですよ、うん、バンドが。うん、必ず雨なんすよ。だからあなたの言う原宿みたいなとこはね、はい、博多にはね、天神っていうとこがあって、あ、ちょっと聞いたことありますよ。聞いたことある。ツアーで行きましょう。神はどういう字？神です。いやー、ほら、天で神です。すごい、すごい。大好き。そう。ライブハウスでみんなが一斉にイベントをやってるんですよ。うん、で、公演とかでももういろんなバンドがバーバーギャーギャーやってるんで、必ず雨なんですよね。うん、これドンタクだったと思って、ゴールデンインクっていうの、ゴールデンインク、ゴールデンインクだったんだよね。もう今忘れちゃったね。ゴールデンウィークって言えないから、なんだよ、今年はステイホーム週間。地獄だったでしょ、家にあんまいない人だから。僕はもう全然大丈夫。そうですか。あの、やること山ほどあるんで、あの、みんなの気持ちがわからない。あ、ステイホームに、例えば苦しんでる、もう全然やることもあるし、お家で、この間ラジオでも言ってたよね。うん、こんなに時間。そう。いいですね。素敵な壁紙のところ。多分、もう次会った時の俺はもう相当超えてると思う、みんなの予想。あのステイホームをやれたからと。うん、そう、羨ましいですね。この前もちょっとライブで言ったんだけど、うん、ステイホームって、はい、もう命令だからさ、英語で言うと。はい、ああ、そうだ。そうそうそう。とか言ってけど。あ、要請とか言ってけど。もうプリーズじゃなくて、もうステイ。動くない、もう奴隷扱いでしょ、こんな言葉は。で、ステイホームすることによって、誰かを助けられるって言うじゃない。あんま言いたくないけど、じゃあ、と、ちょっとでも出た人は、殺し屋なのかってことじゃん。なのかというぐらいになっちゃうよね、うん、言葉としては。そう。して言うとるのにと。おいおいと思うわけ。そうや。そう。いろんな今までの世界にはみ出し者たちが新しいものを作ってるってことをお忘れですかってことなの。そうだらな。でもステイホーム、はみ出してますと今大声で言っちゃいけないのかな。そうだね。でも、まあ、今日もね、僕と LINE の電話でやってる。まあ、仕事的にはさ、そう。仕事的には、はみ出したものの仕事じゃない。中にあるからね。ロックっていうものはさ。だからさ、むしろやりやすくなったって捉え方もあって、うん、こうやってステイとか、うん、ルールができるたんびに、すごいやりやすい。うん、あの、表現しやすい。すごい。うん、なんか俺はそれはそれですごくいいことだと思うんだけど、我々のような特殊な職業の音楽って、うん、何かに対する反を歌わなくちゃいけないになりますよね。そう、反な行動をすることによって、うん、我々の文化というか、うん、カルチャーというか、うん、なんだろうね、そういう芸能の、ね、そういうものっていうのはさ、ね、ちょっとずつ進化してきたのにさ、なんか俺すごく嫌だなと思ってて、なんかロックな人たち全然ロックじゃないじゃん。どうしたんだろうね。そう、うん、なんかね、小物が何やってもしょうがない。大物がやってほしい。もっと何かをやれよって思うけど、みんなが逃げてるじゃん。うん、まあなんかすごいらしいんだよ、そのコメントなりさ、もう、はいはい、もう殺すだのなんだの、すごいらしいんだよ、はいはい、もう家族もろとも殺すとかさ、はいはい、それすごい、そのちょっと今例えばだけどライブをさ、ドームでやるご時世でやっただけで、ね、もう、想像を絶
する人殺し扱いを受けるってことですね。そうそうそう、うん、もう全員周りお前の周りみたいなのがいっぱい来るらしいんだよ。だからこそってことですよね。そうそうそう、だけどそこで、その人たちがひるん、まあね、ひるむ気持ちは分かるから、分かるけど、そうそう、だから今残念だな、ね、影響力のないノンノンノスピタルだから言うけどね、すごいやつですけどね、ノンノンノスピタルはね、まあ、たかだか1万3000回ぐらいしか聞かれてないけどね。ぐらいかな、ぐらいかな。やっとね、やっと1万2000超えた。上白石萌音さんのおかげで ね、うん。すごいけど。でもあれもあれでさ、うん、病院で、うん、今、ドラマがさ、うん、で、撮れないからさ、うん、昔のもう一回ずっとやってらっしゃりますよね。はいはいはい、で、命がやってさ、うん、佐藤健くんとの病院の恋愛ものが、やってますよね。もちろん視聴率高かったから。うん、はい。うん、病院内でキスしたり抱き合ったりしてんの、うんうん、よくないって全部叩かれてるんですよ、うん、あ、うん、佐藤健がおったらするわって俺は言いたい。いや、そうですよ。そうそう、本当にすごい。だからもう見つけてるんですよ。でもいいですよね、叩かれてもね。今の話だと抱かれるもんだっていうのがありますからね。本当にもうちょっとうんざりしてるんですけど、ね、その、うん、死が悪いものっていうことをさ、そこ行っちゃう、前提だからさ、そこ行っちゃう、うーん、そこ行っちゃう、いいよ、そういう世界でいいの、そういう世界でいい、うんうんうん、嫌なものであっていいんだよ。そう、それでいいけど、うん、俺なんかはもうそこを一番変えたいと思ってるし、てかね、当たり前で言ってほしくない。いいよ、大前提はさ、死にたくない、そうそうそう、死にたくないでいいけどさ、みんなが死にたくないと思ってる大前提で喋ってこられても、はぁってなる。ね、そうじゃないとドラマ、映画、歌全部終わっちゃうからね、全部がもう終わりってなっちゃうからね。そうだと思うよ、ほんと別れとかさ、苦しみとかをさ、表現している人たちもいてさ、でみんなすごい好きじゃん、そっちなんだったらさ、でも何こうちょっと自粛要請聞かないことしたらすっげえ怒られるんでしょ。まあ健全でいいけどね、だから余計活躍してやるよと。自粛警察って言えないじゃん。あの名前超面白いよね。あれをつけた人のセンスをね、ちょっと俺は今度は聞きたいと思いますよね。だってそれ一人目そいつらも出てるってことだもんね。そのパトロールしてますって言うんだって。すごい、お疲れ様ですって俺はね、もう言いたいけどね。本当会いたい、俺は会いたい、自粛警察くんとね、会いたい、怖いわ、やっぱ会いたくない、会いたくないね、会いたくないね。ただいらっしゃるっていうのもみんなも知ってる。そうそう、まあ、言葉っていうのは結局どっちかに分けなきゃいけないからさ、この間のラジオでもさ、リーノチが分けたいと、自分のパンをね、2つに割ってでもね、そう助けようとする人と、しない人のことを、なんかいい方法で分けねえのかってことを熱く言ってましたけど、すごく言葉ってもうバスって分かれちゃうから、なんか他の方法が多分あるんだろうねって思う。どうしますか、やっぱり。寄り添う。寄り添う。寄り添うしかない。寄り添う。じゃあ寄り添うか許さないかで、寄り添い合おう。それしかない。我々は寄り添う、相手の意見に。寄り添う。怒りも、のブームも過ぎましたか。だから我々もさ、そういう自粛の人たちに寄り添うけど、ちょっと我々のことにも寄り添ってほしいみたいなね。そうですね。お願いしたいですね。なんか宮本亞門さんとか、はいはいはい、結構叩かれてる。叩かれてるよね。見てる。なんかさ、そういう、あの人たち舞台から、不要不急の中に入れてみたいなさ、そしたらさ、下のコメントが、そんなの不要だよって。めちゃくちゃ言うってよ。めちゃくちゃ言うよ。不要って言うんかい。すごい、今いらねえだろってすげえ言われちゃってた、ね。すごいよね、順番でさ、今いらないって言うんですよ。今いらないって言うんですよ。でもその人たちはさ、いる時があったのかな。でも都合がいいよね。だからやっぱ選択するから。でもそんなさ、男と女の関係にもちょっと似ててさ、今はいらない。いや、その時いる。あの時いる。そう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 。今は。キープオンラーウィンじゃないわけですよね。何やねん、キープオンラーウィンって。
なんていうかさ、すげえ、自分がしたい時だけするとか、自分がしたくない時だけしないとか、ないとかダメなんだよ、そういうのっていうのは。ラブホテルの使い方が下手くそのやつらだよね。どういうことという話は次回の楽しみで。それではありがとうございました。さよなら。さよなら。